いやー、刹那圭介だよ。前回のパージからためどりでやっております。公式サイトで名前調べてきました。チェルシーじゃなくて、レティでしたね。チェルシーは別の女の子だった。レティやね、レティ。レティとリックが双子かと思っとったら、血の繋がった兄弟ではなかったって話。ここ開いとんかな？開いとる。ってことはもういいんかな？じゃあな、タンス。燃えとけ。燃えとけはちょっとひどいな。そうやんだちゃうな。でも言い残すことない。わあ、なんか干してる。何も喋れん。これは井戸だ。うん。空っぽだ。これ2回以上調べるシステムでんが、もしかしたらあるかもしれんけど、ちょっと一応やっとこうかな。何もなかった。わあ、かわいい。子猫ちゃん。テトリス、遊ぶ？なんでこいつテトリス知ってるんだ。猫の間でも有名なんかテトリス。遊ぶ。なんかテトリス始まった。あっす。あ、俺テトリス歴そんなないんやけど。俺テトリス最後にやったの多分幼稚園とか中学校低学年の時やないけど。やばい、適当に置いてる。どうやって回すんだ。え、これ。ああ、このボタンで回転させれて。ここ下ろしてきて。こういうんって確かこうやるべきなんやな。よっしょ。3つが来るんだったらこれ、どうしようかな。ちょっと頑張って積み上げていく派になろうかな、俺。こうして、どうしようかな。積み上げていく派やめようかな。早っ。ここでこうガシャンっていくんが一番いいパターンやな。もう消費してしまおう。ガシャーン。積み上げていく派やりたいな。これここ合うな。これが、よし、ここで行こう。よし、長い棒来たらいける。これは、どうしようかな。ここやな。ここ、あ、来た、長い棒来た。おー、どうしようかな。ここに、どうしよう。ここに差し込もう。でもって棒をここに差し込んだら2列いける。あれ一番下だけだったっけこれ。テトリスのルールも理解できてないけど、ここで入ればリカバーかな、とりあえずは。でここ入れて、ここ端ちゃうな、こうやな。これじゃ、こうしたらここ潰せる。おし、いい感じ。棒来た。こんないらん時に棒来た。この橋来て、どうしようかな。ここあんま好きじゃないな、これ。適当にここ置いとこう。どこでいつまでやらせるんですか。いつまでやらせるんですか。俺テトリスそんなに好きじゃないのにやらされてるんですけど、いつになったら終わるんですか。もうテトリス雑になってきてますよ俺。どうしようここか。ここで、これな。これはどうしよう、やばいな、積むところなくね。ここにそこ、とりあえずここに行きたい。あ、これあんま来てほしくないやつじゃない、来てほしくないやつでもないな。ここ差し込めばちょうどいい。これは長い棒来てくれ、長い棒来てくれよ。長い棒欲しい。あ、そういうのいらない、そういうのいらない。これちょっと失敗したらどうなるかやってみよう。もう飽きた。
ゲームオーバーレベル4って何です？え？これもしかして遊ばんでよかったパターンちゃうん？もしかして。この野郎、くそ。騙された。クリアしたらなんかあるとかそういうんじゃないん？くそ。うん？喉乾いた。あ、そうっすか。頑張って。おい、邪魔だ。読めへんぞ。読めへんぞ、お前。なんかある。なんこれ。向こう側じゃないと調べれんのかな。よいしょ。これは何？喉乾いたって言うやけど、水ない。水ない。くそ。あの、テトリスの時点でもう結構腹立ったの。なんもない？あれ？なんも調べれるもんない？あれ？なんもないんか。こんだけいろいろあってなんもないとかちょっと珍しいけど。じゃあもうこっち。あ、なんか同じようなところ来てる。どういうことだい？どういうことなんだい？テトリスやりすぎか、これ。テトリスやりすぎパターン、これ。あらー。あれ、どういうことですか、お嬢ちゃん。どういうことですか、お嬢ちゃん。あ、水。水もしかしたら家になかったっけ？つか、ここに組めるんか？おわ、やった。そういうことか。このままでは飲みにくいかもしれない。そうな。アイテムは手に入れたんかな。あれ？アイテムとしてはない。飲みにくいをどうにかしろっか。ああ、コップじゃ。コップはあったな、そういや。これだ。もらいまーす。よっしゃ、一応順調に進むようで。よっしゃ、で、これを組んでさ、コップに移す。ん？井戸の隅に何か落ちている。ああ、手帳の切れ端とかこんなとこ落ちとるもんなん。びしょびしょちゃうん、これ。あ、めっちゃ読めるやん。びしょびしょの割にはめっちゃ読めるやん。ある日、お母さんが散歩をしましょうって言ったの。私は嫌だったけれども、手を無理やり引っ張られて森へ連れて行かれたわ。いつものように、たくさん歩いてからお母さんが休憩しましょうって言ったの。あなたはここに行ってねって言われたからずっとそこに座ってた。暗くなってきた。怖い。真っ暗になっちゃった。怖い。怖い。だから目を閉じて、そのことを話した。名前、好きなもの、苦手なもの。驚いたわ。私と全く似てないのね。どういうことこれ。よくわからん話が続いてる。もしかして、レティとリックの、馴れ初めって言うんかもしれんけど。はい、水持ってきたで。うん。喉乾いた。はい、どうぞ、水です。わお。お水。どうや、喉乾いとったんやろ。俺やさおだろ。水持ってきてあげたんやで。ありがとう。喉がカラカラだったの。気がついたらここにいて、でも誰もいないし、怖いから動けなかったの。ん？動けなかったってさっきのメモとなんか似とうけど、気のせいかな。アレンは、ようやくアレンって呼んでくれた。アレンは、ここがどこで、なんでこんなところにいるか。わかる？夢？そうなの？そっか。私が住んでいたところそっくりだからびっくりしちゃった。あのね、リックがいないの。夢だといつも手をつないで一緒に遊ぶのに。すっごい楽しそうな夢の見ようやな。無邪気。一人だとすごく怖いの。リック。アレン。そうね。一人じゃないわ。ここは夢だし、冷めたら元通りよね。じゃあ遊びま、さっきのテトリスとは違うんだろうな。さっきのテトリスみたいな。クリアしても何もないよってか、やる必要ないよ的なんじゃないだろうな。夢で他の子と遊ぶの初めてなの。後ろの看板、私は字が難しくて読めないけど、アレンを読めるでしょ？何か謎々っぽいのの、とても面白そうな。あんまり、走ったりはしないでね。私、足遅いから。わかった。じゃあ、私の華麗なスプリントで走ってみせましょう。へへ。
めっちゃ気違いやん。かわいそうに。ひどいにひどいで、ね、わかりましたよ。なぞなぞか。なんか出てますね。これ変えるかな。やあやあ。読む勘弁。それよりお前なんなだ。変えるなんこれ本当に。二つの道はよく似てる。でも道の先は少し違う。どこが違うの？数字で教えて。1234567。読んだ？読んだ？数えてね。わかったら読んでね。待ったよなしだよ。ほえー、全部読めたんだ。すごいな。私お勉強嫌いだから勉強時間抜き出して先生によく怒られちゃうの。あ、でも時計はもう読めるのよ。すごいでしょ。普通はさ、文字から読むもんじゃないの。そういう数学的な方の方が得意な子なんかな。セーブ。よし、じゃあもうちょい行こう。数で答えてねってことは何かの数が違うってことなんだろうな。キノコが10個。こっちは腐っているキノコあります。腐っているキノコを1個で数えていいんかなこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 一応腐ったの入れたら10個やくん。こっち一緒やな。木の看板、木の看板は一緒やな。だこれなんだよ。タオルとか草とか、あと紙があったり、あっこれ違うぞ。これ違うで。こんなん緑のズボンはなかったで。向こうはこれじゃない。一応もう一応確認しとくけど、1って答えればいいんかなこれ。ほらないで。ズボンないもんこれ。他は1か。1やなこれ。読んだ？読んだ？教えてね。待ったはなしだよ。ちなみに小さい数から半角でね。数字で教えてねってこういうことじゃない？はずれ。そういうことじゃない？ 1,2,3,4,5。 ああそういうことか。1個のやつからなん、どういうこと？小さい数から半角でね。どういうことこれ。ああ1個のやつから半角で、ちょっとどういうことこれ。これゲームのシステムがわからん。ゲームのシステムがわかりません。どういうこと。ズボンが一つないんやけど、それ以外なんかあるってこと。どういうことですか、どういうことですか。やーべえ、わからんね。看板、ズボン、看板、ズボンが一つないんと。どういうこと。この人の言ってることがわかりません。どういうことなんこれ。どういうことこれ。全然わかりませんけど。はずれ。チャンスか。3回間違えた。君は誰？心じゃないの？似てる？違う？バイバイ。あーかーん。答え方がわかりません。まず答え方がわかりません。何を問いかけているのかわかりません。というわけでもう区切りがいいんで、この辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。